全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。これから7組目のキャンパーさんを取材しようと思います。それでは早速行ってみます。こんにちは、タナチャンネルのタナと申します。よろしくお願いします。お願いします。ワンちゃんが、いえいえ、もう大丈夫です。お名前はなんていう？ラウです。ラウちゃん。ちゃんです。こんにちは。こんにちは。あのすごくおしゃれなキャンプスタイルだと思ってあの来たんですけれども、これはストーブ。はい。おお。それはアウトドア用のストーブ。豊臣の普通のストーブにラッピングっていうんですかね、シール貼ってます。あ、カッティングシートで。あ、そうなんですね。はい。あ、カッティングシートってこう溶けないもんなんですか。この辺はやっぱり熱があんまり伝わらないところなんで。あ、一応選んで。はい、ほうほうほう。まあある程度対応できると。はい。で、熱が伝わるところは自分であの耐熱塗料みたいなのを塗ってもらう。うん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 。やっぱりこれあると全然違います。違いますね。違います。はい。うん、あの上のやつ、勝手に回るやつでした。勝手に回るやつです。エコなやつです。あんまり感じない、外だとあんまり感じないかもしれないです。まあ、やんわり、やんわり、やんわりですね。結構こう、ローチェアなタイプを使われてると思うんですけども、はい、この椅子は、あの、なんというメーカー？これはあのワイルドワンのオリジナルのクオルツっていうところの、はい、高さと、まあ、色が気に入って、うん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 、ちょっとミリタリー感もあって、すごくこう地面、焚き火が楽しめる、はい、ああなるほど、ほんとかなりローですね。そうですね、はい、もうほぼ地面ですね。地面な感じでちょっと焚き火をしたいなと思って。あ、いいですね。これは何ですか。これはジャグ。ジャグですね。水を入れて、はい、まあ、いつでも出せるようにと。はい。これ何のブランドなんですか。ヴィンテージ。ヴィンテージ、はい。比較的最近結構よく見るの、うんうん、まああの冬場って結構あの水道閉められちゃうとこ多いじゃないですか、キャンプ場とかで、はい、確かに。なんでまあ組んどくと便利かなと、うんうん、夏場はそんな使わないんですけど、まあ、冬場は結構使います。うんうんうん、なるほど。テントは、はい、これは何というテントなんですか。小川のビガスです。これは2人用の。2、3人ですね。2、3人用で、はい、結構船室が広いですね。そうですね。これちなみにおいくらぐらいなんですか。これ6、7万ぐらい。6、7万ぐらい、はい、まあ、出てぐらいですぐ購入して、うん、だからもう2年ぐらい使われてるんですね。はい。今日は、ここの中でお二方が寝られると。そうですね。で、一番下には何を敷かれてるんですか。一番下はあの普通の銀マットです、はい、ちょっと見えると、うんうん、あのちょっとチープな感じで、まあ、隠して、うん、なるほど。一番下に、まあそうですね、今回まあ2枚入れてるんですけど、ちょっと寒かったんで。はあ、はあ、はあ。で、これはあの普通のこのキャプテンスタッグ、エアマット、マットですね。はい、普通の。で、そこに、ウールブランケットみたいな。はい、そうですね。それを引いて、引いて、シュラフ。シュラフ。はい、そのシュラフはあの元から2人用みたいな感じなんですか。いや、1人用ですね。つなげてますね。あ、なるほど。結構あのつなげた方が高い。うんうん、まあ確かに。はい。うんうん、で、あとまあ。もっと寒いと湯たんぽ入れたりとか、これで雪の中でも全然いけちゃう感じ。どこのメーカーなんですか、そのシュラフ。これはクオルツですね。おいくらぐらいですか。これでもう1万円切ってるぐらいじゃないですか。あ、そうなんですね。はい。コストパフォーマンス高いですね。高いですね、これは本当に。で、あの濡れてもまあいいじゃないですか、河川の中、うんうん、確かに。で、冬場は結構中でストーブ使ったりすると、うん、結露しちゃって、はい、ちょっと濡れたり、はい。なんで、まあ、ダウンのもあるんですけど、はい、まあ、気軽に使うんだったらやっぱりこっちの方が、うんうんうん、こちらのランタンは、これはこれはコールマンのやつを、はい、自分で塗料剥いで、はい、色塗カスタマイズしたんですか。そうですね。へー。ホヤとかもちょっとカナダかなんかの同じ種類を、はい、見つけて、かなりこだわられてそうですね。これはあの、はい、彼女の同じ生まれ年のやつを見つけて、いいね、まあ、色変えて、まあ、パーツもちょっと変えてっていう。素晴らしい。このテーブルは何の、はい、どこのメーカーですか。これは自分で作りました。このテーブルですか。はい。で、この天板だけ外して、はい、あの上の木を自分で打ち付けたというか。ほうほう。2つとも作ったんですか。はい。もともとあの IKEA の安いテーブルを、はい、まあ、この足とかここに天板がついてたんですよ。はははは。それを自分で外して、はは、このフレームに木を打ち付けたっていう。あ、もう1本ずつこれ打ち付けてる。はい、そうですね。すごいですね。いや、もうなんかちょっといろいろやってみたいなって、うん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 、ちょっとあれ小さいのシュラカップ、はい、これはどこのですか。これは、ワイルドワンのなんかあの店舗限定のやつですね。へ
かっこいいですね。はい、でこっちが、まあ、ユニフレームユニフレーム、はい、あ、じゃあ違うメーカーなんですね。そうですね。でこの取っ手はスプラッシー&C、 これは別で買ったって感じですか。はい、これだけカバーだけつけて。あ、なるほど、はい、いろいろとお聞かせいただき、どうもありがとうございました。いいです。あの今日はキャンプを楽しまれてください。はい、ありがとうございます。